点26を通り円 X Y 次乗イコール20に接する直線の方程式を求めようっていう問題をやってみたいと思います。26っていう点があってここに円あるんですね。まあこの情報から中心はそう00半径はそうだねここにルートつけるから2ルート5ってわかります。 中心が00、半径が2ルート5の円があります。この円の外にある26から、こんな風な線を引いて、接するようにしてね、っていう問題です。この問題はお決まりのパターンがあります。まずですね、接点の座標を、こんな風に X、x1、y1 って置いちゃいます。この円があって、まあ、仮にね、ここが接点だとして、こいつをこんな風に置いちゃうんですね。 で、そうやって置いてあげると、接線の方程式、もう公式として覚えていると思うんだけれども、接点の座標をこうやって置いてたら、この円における接線の方程式で、X の片方にこの X1、Y の片方に Y1 を代入してあげるから、こんな感じになったのって覚えてます この x2 乗の方の片方にこの x1 を入れるから x1x。y2 乗の片方、y の方に y1 を入れるから y1y。なんていうふうになるんですよね。なので、まずこの接線の方程式。この接線の方程式っていうのが、 こんな式で、まず書けるよっていうことが分かります。これ丸1って置いておきましょう。今回はその接線がこの26っていう点を通るんですね。だから、この26っていう点の座標を2は X 座標なんでここ、6は Y 座標なんでここに代入してあげることができる。なので、それ計算してあげると、この2がここに入るので、こいつが 2X1。 この6がこの y のところに入るので、結果が 6y1 イコール20ってなりますね。両辺2で割ってあげて、で、先にですね、ここ、x1 イコールの形にしておきます。で、なんでそんな風にしておくといいかっていうのは後ほどわかるんですけど、騙されたと思ってやっといてください。 今この式を整理して x イコールの形までやっておくこれが2ですねで次また接点 xy 1、y、1こいつねこの点ねこの点っていうのは当たり前だけどこの円状の点ですよねこの円状の点接点 x 1 y 1は円状にあるので代入してあげることができます この x 座標をこの x のとこに。この y 座標をこの y のとこに。当然代入してあげるとこんな風になりますよね。これを丸3っておきます。今、x1 と y1 の式が、この丸2っていうのと、丸3ってやつ。x1 と y1 の式が2つできましたね。なので、丸2を丸3に代入。 こいつをここに代入します。なので、この x1、こいつですね。が、ここに入る感じかな。そうすると、まあ、こんな式になるよと。あとは、こいつ解いていくだけです。このカッコの2乗の部分展開すると、こんな感じです。で、持って、あとは20を左に持っていくのが、この式ですかね。で、その後に、全部みんな10で割れるので、割ってあげる。10で割ってあげて、 あとはこいつ普通に因数分解するとこんな感じになるよと。それがイコール0になってるから y1 の正体が2と4っていうふうにわかります。あとはこの丸2っていうのを使ってあげる。今 y1 っていうのをね出したからそれをここに代入してあげれば x1 も出せそうですよね。まず y1 イコール2の時。 ここが2に変わるので計算すると x がそう4ですね。で持って y が4の時それをここにぶっこんであげて計算すると x がそうマイナス2ってわかります。今答えが2通り出ました。これはどういうことかっていうとこのね26っていう点を通ってこの円に接する直線っていうのはですね実はこんなふうにこれが1本目。 こんなふうにも2本引けるんですねなので接点っていうのもこんなふうに2個できるはずなんですよ接点が2個できるはず今この接点の座標が2つ出たのであとはこれをここ接線の方程式のところに代入してあげればもうあとは終わりです まずこの y1 が2のとき、x1 が4ってやつ。ここに代入してあげましょう。左に x1、右に y1 ありますよね。なので X、4x たす 2y イコール20。こっち側の方も x1 がマイナス2なので、ここにマイナス2。ね、持ってこの4がここに入る感じ。だから、マイナス 2x たす 4y イコール20ってなります。 左の方の式も右の方の式もどっちも2で割れるので、各々2で割ってあげて、それで答えです。 Be the world now, the world is yours.